スコットランドの西ハイランド地方に2017年に創業したノックニアン蒸留所からハントレスシリーズの3つ目のウイスキーが発表されました。ノックニアン蒸留所はロンドンでコンサルタントをしていたアナベル・トーマスが何かウイスキー業界で新しいことができないかと考え、オーガニックと再生エネルギーにこだわったモダンな蒸留所を目指すという目的のもと設立しました。そのためノックニアンはスコットランド産の有機大麦の実を使用し、蒸留所の電力は全て再生可能エネルギーで賄われており、さらには 100% 使用済みのリサイクルガラスにウイスキーは瓶詰めされています。ちなみにノックニアンとはスコットランドの伝承に登場する魔女の女王や妖精の女王を意味する言葉から取られています。このウイスキーは STR 赤ワインカスクを 66%、 バーボンカスクを 31%、 さらにオーガニック認定を受けたオロロソシェリーを熟成したカスクを 3% という比率で熟成しブレンドされました。ノックニアン蒸留所によるテイスティングノートによると、このウイスキーにはチェリーのベイクタルト、アプリコットマーマレード、バニラカスタードの風味があるといいます。ノックニアンハントレスオーチャードコブラーはノンチルフィルターでノンカラー、アルコール度数は 48.5%、 1本 88.95 ポンド、 17,000円で4月23日より販売されます。